はい、どうもスペースサクです。今回はちょっと気になるガチャをしてこようかなと思って行ってきました。それでは早速ですが VTR スタート。さあ、どんな出会いがあるのか楽しみです。一応ね、こういうのが欲しいなっていうのを探してたんですけど、その中で気になったのはこちら。ちょっとね、餃子がね、とある理由で欲しかったのよね、サスさん。実はさっきの場所と違うところでこれガチャしてます。これ当たり？で、次はこの温めて食べるタイプのハンバーグ。僕ね、子供の頃からこういうの好きなんで、ちょっと欲しくなっちゃいました。狙いはこれ。さあ、何が出たか。おや、ミートボールやというわけで行ってきたガチャはこの2点ってことで、開けていきますね。いろいろあったんですが、まず1点目、これ甘酢肉団子。本当はね、ハンバーグが欲しかったんですよ。でも当たんなくて、でもこの質感っていうか、わかる？この甘酢がついてるこの表現、これなかなかいいなでもハンバーグがいいのよ。次はこちらってことで、これですね。ちょっと開けますね。なんかカプセルがフライパンになってて、これ取っても入れるんやけど、なんか入れ方わかんなくてちょっと入んないです。こういう感じでなってます。これ俺なんなんやろ、これ何餃子これ。普通の餃子なんかな、よくわからんけど、餃子はこんな感じ。すごいプニプニして、なんか気持ち悪いっちゃ気持ち悪いけどで、これで、この間、ニマさんからいただいた、これも合わせてみましょう。餃子うんかな？勝手に名前ついてるけど。餃子と餃子うん。今日なんでこれ持ってきたかって言ったら、ついに来たんですよ。こちら餃子のチャオさん。これ大阪で僕買ったワンオフモンのやつですね。それがこちら、ディデン。いいっしょこれ、中華っぽいボックスで。で、中身はチャオさん。かわいいっしょで、こういった陰影塗装もされてます。顔もかわいいね。で、もちろん餃子もこんがり焼けてて、で、これどこや、ここか、見えるかな、ピントが合いにくい。愛さんのサインも入ってます。いいねこれ。いいね。で、うちのサックン比較してみましょうか。
くんより大きいね。似たような感じか。なんかさっくんのより重たいね。こんな感じになってます。はい。というわけで、今回は、チャオさんとガチャを紹介いたしました。それじゃあ、ありがとうございました。さあ、明日も撮影行ってきます。